皆さんどうもごきげんよう、ルータンこと桜バルリです。改めて、シーズン4のオンラインチェキご購入いただいた方々、本当にどうもありがとうございました。ありがとう。前回のこの YouTube 動画を上げた時は、そのオンラインチェキの購入いつもありがとうっていう動画を上げさせていただいたんですけども、そちらは見てくれましたでしょうか。本当にオンラインチェキだったりとか、あとは今そのグッズだったりも販売していてね、その過去のアルバムの CD も販売しているんですけど、こうして実際に本当に皆さんが買ってくださることで活動ができていたりとか、あとその何だろう、リアルなこと言うと私が生活できてたりとか、その生活できるってことはもう私が生きていくっていうことにつながっていくんだよね。で本当にこうしてね、グッズを買ってくださる方々がいて、応援してくださる方がいて、本当に私は成り立ってるというか、いつも支えてくださってありがとうという気持ちでございます。本当にこの支えるっていう中でも、今話したようにその活動だったりとか、私が生活できたりとか、いろんな意味があるんですけど、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。いつもありがとうございます。きっとみんなもね、もう今5月になって、生活がいろいろとね、新生活が変わった方ももしかしたらいるかもしれないし、でお仕事をね、いろいろと長く働いて、その中でこうして買ってくださることをとても嬉しく思います。本当にどうもありがとう。でチェキもね、一枚一枚心を込めて丁寧に書いているので、そちらも大切にしてくださったら嬉しいです。この2021年の6月でちょうど私周年になるんですね。4周年、この世界に入って4周年になるんですけども、そのタイミングというか、いろいろ振り返ったりとか考えたりする時間が最近自分の中でとても増えてきて、でそれで改めてこう、今を応援してくださってる方がいることは本当にありがたいことだなっていうふうに思って、でもこうして言葉にしています。気持ちが伝わっていたら嬉しいです。なのでね、今月でそう、この世界に入って4周年を迎えるわけですけどもね、なんかみんなとお祝いできたらいいななんて思っております。はい、変わらずね、これからもずっと応援してくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回の動画は抽選動画になるんですけども、今回そう、ぶっちゃけね、前回より結構大幅に購入数が減ったんですよね。そうなんですけども、配信中に買ってくださる方がいたり、もう私が販売開始したらもうすぐ買ってくださる方がいたりとか、ね、中にはもう追加買いしてくださる方もいて、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。で、これから、今回はですね、5枚同時購入してくださった方全員にお礼画像、いつもありがとうの気持ちを込めてお礼画像を今回限定でお届けさせていただきますので、楽しみに待っててください。でそちらの方でお礼画像もみんなにプレゼントするので、で今回のこの抽選券、5枚同時購入対象の抽選券なんですけども、まず、変わらず Zoom、 そして私とのお電話、そしてお礼はがき、お礼メッセージはがきがあるんですけど、それが3名の方に当たります。計5人の方に当たるので、楽しみにしていてください。ということでね、早速抽選を行っていきます。では1つ目ですね、1つ目の抽選は Zoom になります。よろしくお願いします。はい、抽選していきます。ゴー。はい、出ました、3番です。おめでとうございます。3番の方、私と Zoom です。お楽しみに。2つ目の抽選は私とお電話になります。では行きます。はい、ゴー。はい、出ました、こちら20番です。おめでとうございます。楽しみにしてます。はい、次はですね、お礼はがきの1人目いきたいと思います。いくよー、レッツゴー。危ない。はい、こちらです。1番ナンバー1、おはがき待っててみー。はい、では2人目のおはがきいきます。こちら14、おめでとうございます。そして3人目ハガキいきたいと思います。ガチガチいくよー。はい、こ
ちらです。10番はい、ということで、Zoom が3番、お電話が20番、お礼メッセージカードハガキの方が1番、14番、10番の計5人の方にご当選しました。おめでとうございます。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。改めて本当にオンライン時期シーズン4ご購入どうもありがとうございました。この動画はね、5枚同時購入対象の、抽選会の動画だったんですけども、買ってくださった全ての方々、1枚だったりとか2枚だったりとか3枚だったりとかね、配信中に買ってくださった方、オンラインショップで買ってくださった方、本当にどうもありがとうございました。時期だけじゃなく、なんだろう、これからもみんなに喜んでもらえるものだったりとか、あとまたね、いつか皆さんにお会いするときには、これいつも言ってるけど、本当にお互い元気でいれたらなと思っていますので、これからもずっと見ていてくれたら、応援してくれたら嬉しいですね。共に頑張りましょうね、これからも。ありがとうございます。はい、ということで今回の動画は以上になります。私の気持ちが伝わったら嬉しいです。ということで、また会いましょう。ルータンでした。バイバーイ。